日本東京都葛飾区新宿に、いやどの私新宿は、東京都葛飾区にある町名。住居表示実施済み。現行行政地名は、新宿一丁目から六丁目。郵便番号は一二号のゼロゼロ5一。葛飾区の北部、中川の東岸に位置する。北で、南水元、東で、東金町、金町及び柴又、南で高砂、西で中川を挟んで、 亀有、青とおよび、足立区中川と隣接する。町域の中央を国道6号が東西に貫いている。町域内の多くは住宅地となっている。北部の6丁目にはかつて三菱製止中川工場があったが2003年に撤退後、現在では広大な空き地の一部が三菱ガス科学東京研究所として利用されている。他、マンション。 老人ホームなどが建設されている。東京理科大学葛飾キャンパスが2013年4月に開設され、理学部第一部の応用物理学科、工学部の建築学科、電気工学科、機械工学科、先進工学部の電子システム工学科、マテリアル創生工学科、生命システム工学科が設置されている。国道6号都心金貨物船が交差する。 新宿新道踏切を中心に激しい渋滞が発生するため、交通情報でよく聞かれる地名の一つである。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば、新宿1の21の11の地点で25万2千円平方メートルとなっている。江戸時代は、三戸街道の宿場町で、成田街道との分岐点があった。 明治になり常磐線が開通した際、亀有新宿間にかかっていた、有料橋中川橋の減収を懸念して住民が近くに駅を作ることに反対、隣接する亀有に駅ができたため、移行町の発展が遅れた。由来は、新居の宿の略称からと言われている。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。長域内を東日本旅客鉄道常磐線と新近貨物線の路線はあるものの、鉄道駅は存在しない。以下に新宿地域の近隣の最寄り駅を挙げる。ありがとうございます。